誠の愛と誠の生命と誠の血統の根源となれる天の父母様、天智神誠の父母様。今日は天智国10年、天暦4月1日目でありながら、陽暦では2022年5月1日です。初めての瞬間のような天暦4月1日の聖日を迎えし、天の父母様と誠の父母様にはべる中で、チョンボ君教区、愛する子区たちと共に、礼拝を捧げることのできる恩恵の前に心から感謝いたします。そしてこの時間、天福宮教会、教区、子区たちの、至極なる聖聖と愛の心情の祈祷と聖聖をお受けください。生命の機運が躍動する、春の季節を迎え、アジェリアの花がパッと咲くように、私たちの心は、天の父母様の愛の花が、光を輝かせる天の父母様の聖会の時代を迎えております。一人娘誠のお母様は、天宮、天一聖殿を建築され、天のおば様の愛と恩恵が溢れるエデンドンさんを探し当てるために、聖聖で夜昼を過ごしておられます。このように天のおば様の夢をなすために、一生涯生きてこられた聖霊の実態として探しこられた一人娘、誠のお母様は私たちが磁石となって、一人子誠のお母様にぴったりとくっつくことのできる、一つとなって前進できるように、御言葉と愛で導いてくださっていることをしております。標準、封建書に自分の事情を詳しく書いて、天の前に報告をなし、天神院に来て天の父母様の前に祈祷と聖聖を捧げ、実践、休校すれば天が薬事して聞いてくださいますように、お母様が道を開いてくださいました。そして各家庭にはべっている標準音に祈祷、節制を捧げれば、祝福を受けた絶対聖霊たちが共にいて、薬事する。霊連聖、教会時代の門をパッと開いてくださったということをしております。愛する天の父母様、神道か韓国安着を成して天の父母様の夢を成していかれる天智神誠の父母様の御心、私たちは心情の目で、耳で聞いて、するようにしないで、天の耳を成すために、至極聖聖において聖霊を実体的に引っ張っていかれる、一人娘誠のお母様の心情によって、目で見ることを成して、天が薬事して導かれる、私たちとなしてくださいますように、天智神誠の父様の奇跡のような勝利を体で感じることができるようにしてください。今日、礼拝の時間に2022年、天智神誠の父様標準、天中祝福を受けた、全男、全女たちに、金足珍、京具山が、誠の父様を中心とした誠の家庭がなされることができますように、祝賀の時間を持ちました。天の父母様、天地に誠の父様の愛と恩恵が満ちますように、切に申し上げます。今日、聖日の礼拝の御言葉は、金足珍教区長が天の父母様の愛という題目でくださる御言葉の前に、絶対信仰、絶対愛、絶対服従の堅な心で新しい一生をどのように生きていかなければならないか悟ることのできる時間を許諾してくださいますことを切に願いながら、このすべての御言葉を祝福中心家庭金素なくの名前で申し上げました。アージュー。